花火大会がこのほど若狭和田ビーチから城山海水浴場一帯で開かれました。高浜町恒例の花火大会では名物の水中花火をはじめとするおよそ3200発の花火が高浜の夏の夜空を焦がしました。高浜町の花火大会は夏の恒例イベントとして若狭高浜観光協会が毎年8月1日に開いています。今年ブルーフラッグ連続認証4年目を迎えた若狭和田ビーチから城山海水浴場までのおよそ4キロにわたる砂浜でゆったりと観覧できる人気の花火大会です。感動体験大パノラマ花火高浜をテーマに開かれた今年は文字が浮かび上がる文字花火や海の生き物などをかたどったキャラクター花火、それに虹色に輝く花火などが打ち上げられました。中でも扇状に広がる水中花火は迫力満点で浜から間近で見ることができます。フィナーレでは直径500メートルの20号の水中花火が披露され、訪れた観客を魅了していました。この日は県の内外からおよそ2万4千人が訪れ、夏の夜のイベントを楽しんでいました。毎年ここにしか来ないんですけれど、なんかすごい人も多かったですし、花火の光り方とかも全然なんか違うなと思ってずっと見てました。迫力ありますよね。綺麗というか珍しい花火見た。普段こういう海の花火ってなかなか見ないんで、よかったな、また本当に行きたいなと思いますね。